11月7日、ホンダは体重指示型歩行アシストの試作機を公開しました。体重指示型歩行アシストは、使用者の体重の一部を機器が支えることで、足の筋肉と股関節、膝関節、足首関節の負担を軽減します。機器はシートとフレーム、靴で構成されるシンプルな構造となっており、靴、バッテリーを含む重量は 6.5kg です。この特徴としましては、常用型が特徴です。そのためにですね、どこも体に縛り付けるところがありません。靴を履いてシートをまたがるだけでサクッと使えます。我々10秒装着と呼んでますが、簡単に使い始められるものです。リチウムイオン電池で駆動し、1回の充電で約2時間駆動が可能です。靴に内蔵したセンサーなどの情報で2個のモーターを制御し、足の動きに合わせたアシスト力の左右配分を変えることで自然な歩行を実現します。まだ技術はですね、検証段階に入ったところです。これからいろんな場所で使ってみてですね、課題を抽出してそれを一つ一つ解決することが大切です。ですので、その技術の難しさとかですね、数によって時間軸は動いてしまいますので、一概に発売時期は申し上げられません。ホンダはアシモに代表される人の歩行研究から得られた成果をもとに機器の研究を進めてきましたが、今後は工場など実際の使用環境での有効性を検証していく予定です。 Dig Info News。